はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、レシートで楽天ポイントがもらえるサービス開始、貯め方を解説ということで、今回は楽天から楽天パシャという面白いサービスが始まったのでお伝えしていこうと思います。ということで、まず概要からなんですけども、レシートをパシャッと送ろう、あなたに毎日届く特ダネを使いこなすほど、いつものお買い物がどんどんお得にということですね。で、今回のサービスなんですけども、一体どんなものかっていうのをざっくりと説明します。まず、実店舗での商品購入を検討しているユーザーに、商品と対象期間を記載した日替わりクーポン特ダネというのを提供します。その後に、クーポンを取得したユーザーは、該当商品購入後に、商品情報が印字されたレシート画像を送付します。それから、どの店舗で、購入しても楽天スーパーポイントを得ることができるサービスということですね。で、簡単な流れはこんな感じですね。ステップ1、スマホで特ダネというクーポンをゲット。ステップ2、全国のコンビニやドラッグストアでの対象商品を購入。ステップ3、購入時のレシートを撮影して送信という流れですね。ちなみに、このサイトの画面はこんな感じですね。今だと初めての特ダネということで5ポイントをもらえるみたいですね。なので、もしこの中にある商品で自分がよく使っている商品とかがあれば、購入してレシートを送れば楽天ポイントがもらえるという仕組みですね。まあ、例えば何でもいいんですけど、まあ、楽天ペイの場合だと、楽天ペイプラス今回のサービス、まあ、楽天パシャで購入すると、まあ、ポイントの20ドリができそうという感じですね。また、実際の使い方に関しては、まあ別の動画で紹介をしたいと思います。注意点は5つほどありまして、クーポンが使用できる店舗が限定されると。次は楽天スーパーポイントの付与率は各企業が設定をする。ポイントをもらうためにはレシートが必要。獲得できるポイントは期間限定ポイント。そしてレシートの送信は特ダネのクーポンをゲットしてからの3日間ということですね。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。レシートを取ってポイントがもらえるというサービスですね。一応公式のリンクに関しては下の概要欄に記載しておきますので、ぜひ気になる方は見てみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。